ブリッジ接続の例ブリッジは OSI 参照モデルのデータリンク層の情報を元にフレームの送信ポートを決定し転送するコンピュータネットワーク機器である。ブリッジ接続の概要 TCP、IP などの例や3以上のプロトコルとは独立に例や2のフレーム交換を行う。ブリッジは例や3が何であろうと例や2でフレーム交換する。 ネットワーク上のホスト数が増えるにつれ、レイヤや3のパケット交換を行うルーターの需要が増し、ブリッジは、ルーターの回で、レイヤ2のフレーム交換を行うスイッチングハブとして、進化した。レイヤや3のパケット交換は、エンドツーエンドのネットワークアドレス間を、リレー式に交換するのに対して、レイヤ2のフレーム交換は、ブリッジに直接接続されているンの端末間だけを、 MAC アドレスに基づいて、ハードウェアが1対1に交換する。ただしブリッジもラン端末と考えれば、ブリッジの多段接続は可能であるが、別のブリッジを超えたネットワークは見えない。なお、PPPOE を中継する機器も、ブリッジと呼ばれることがある。イーサネットでの挙動は、以下の通りである。ある MAC アドレスを持ったホスト A が起動すると、その MAC アドレスを、 送信元とするブロードキャストフレームを送信し、ブリッジがそれを受信する。ホスト A からのブロードキャストフレームを受信すると、ホスト A の MAC アドレスをどのポートで受信したかを学習する。ブロードキャストフレームは、ブリッジのすべてのポートに転送され、ネットワーク上のすべてのホストが、ホスト A の MAC アドレスを学習する。ただし、ブロードキャストアドレス自体は送信。 元 MAC アドレスになり得ないため、ネットワーク上のホストが、ブロードキャストアドレスを学習することはない。任意のホストが、ホスト A にフレームを送信する場合は、ホスト A の MAC アドレスを宛先にして、フレームを送信する。宛先の MAC アドレスが特定されているので、これを、ユニキャストフレームと呼ぶ。ユニキャストフレームがブリッジに到達すると、 ブリッジはそのフレームの送信先 MAC アドレスをどのポートで学習しているかを検索する MAC アドレス学習ポートというニキャストフレームを受信したポートが同一の場合はフレームを破棄し送信元の MAC アドレスを学習し直す別のポートで学習していればそのポートに転送するすなわち MAC アドレスの検索速度がブリッジの 動作速度に関わってくるので、各社独自の方法により、検索速度を短縮する仕組みを作り込んでいるが、このための不具合も内在する。ユニキャストフレームの宛先 MAC を学習していない場合、ブリッジはそのユニキャストをブロードキャストと同等に扱う。すなわち、すべてのインターフェースに転送する。返事が来た場合、そのフレームから MAC アドレスを学習する。 宛先不明のフレームが増えることで、フラディングが多くなると、ブリッジネットワークの性能が落ちる。ありがとうございます。